小網町停留場は、広島市中区境町2丁目にある、広島電鉄本線の路面電車停留場である。駅番号は、M14。道が狭いため観音町停留場から、小網町停留場までは、時速30キロメートルで走行する。小網町停留場は1912年12月、本線が上谷町から小井までの区間を開通させたのと、同日に開設された。 太平洋戦争下の1944年からは休止されたが、原爆投下後の路線復旧に合わせて1945年8月15日に営業を再開している。隣の土橋停留場とは200メートルほどと近く、口述の通り停留場の構造が簡素であることから、一時は廃止が検討されたことがあった。近くの電柱に取り付けられていた旧電停名標。 全国共通仕様であった本線はほぼ全ての区間で道路上に軌道が敷かれた平用軌道で東低流上も道路上に乗り場が置かれている。ただし東低流上付近は道幅が狭く軌道の両脇とも一車線分しか幅がないために安全地帯となるホームが設けられず道路上に白線を引いて乗り場としている。このようなホームのない平面停流上は 広島電鉄では唯一である。車内放送でも平面停留場である旨が伝えられ、また注意が呼びかけられている。同様の構造を持つ小橋停留場、中納言停留場は電車が到着してから旅客が安全地帯へ向かうのに、対して本電停では安全地帯上で電車を待つ旅客の姿を見ることができる。乗り場は上下2面あり、 東西方向に伸びる2本の線路を挟み込むように向かい合わせに配置されている。線路の北側に広島駅方面へ向かう上りの乗り場が南側に広電西広島駅方面へ向かう下りの乗り場がある。上りの乗り場側には掲示物の適切な掲示場所がないため、下りの乗り場側にある電柱に上下両方面の時刻表や電停名表、路線図を掲示している。 本線には広島電鉄が運行するすべての系統が乗り入れているが、このうちあたり停留場には2号線、3号線、それに0号線が乗り入れる。停留場のすぐ西には天間川が流れ、本線は広電天間橋にて渡過する。この橋は広島電鉄で唯一現存する電車専用橋である。南方には平和踊りが通じている。 広島県駅乗降客数。2021年3月14日閲覧。ABCDEF。広電が走る。待ち込ん弱150から157ページ。ABCD。広電が走る。待ち込ん弱58から59ページ。広島電鉄開業100年。創立70年史広島電鉄。2012年。431ページ。川島慶造。 全国鉄道事情大研究中国編に、創始者、2009年、104ページ。ISBN 978から4から794217110。AB 川島慶造、山陽、山陰ライン全線、全駅、全配線第7巻広島エリア、高段車、図説、日本の鉄道、2012年、13.77ページ。 ISBN 978から4から06から295,157から9ありがとうございます。